転校？はい、みんな落ち着いて。突然で本当に残念だけど、村上くんもみんなとお別れするのが寂しかったみたいよ。村上くんからお手紙もらったから読むわね。クラスの皆さんへ。短い間だったけど今までありがとう。突然だけど僕は転校することになりました。気づいていたと思うけど僕はみんなと違っています。同じようにはできませんでした。僕は何回も転校しているけど、どの学校の人も僕のことを怖がって避けてきました。でもこのクラスのみんなは僕に優しくしてくれました。また今度会えたらみんなともっともっと仲良くなりたいです。短い間だったけど本当にありがとう。嘘よ！みんな同じクラスの仲間なのに何も村上くんのこと分かろうとしなかったじゃない。席替えの時だってみんな村上くんを避けてた。私あの時村上くんが怒ったことなんでだか分かってた。なのに私マリモを助けてもらったのに村上くんにありがとうの一言も言わないで。村上くんがいなくなってからこのクラスが別のクラスに変わったみたいだよ。でもきっとまた会えるよね村上くん。